川西 E15 系シュン水上偵察機シウンシウンは第二次世界大戦中の日本海軍の水上偵察機である。逆符号は E15 系。連合国軍によるコードネームはノーム。敵戦闘機の制空権下でも強行偵察が可能な高速水上偵察機として開発され、高速性を実現させるため二重反転プロペラの採用等。 様々な新機軸を盛り込んだ野心的な機体であった。過小に式高速水上偵察機と呼ばれ、1943年8月に、死運11型として、正式採用された、お兵器に採用し死運11型と称すとされたが、運用上の問題も多く、ごく少数の生産で終わった。1939年、海軍は、 敵戦闘機の制空圏下でも強行偵察が可能な高速水上偵察機の施策を14、四高速水上偵察機として川西航空機に指示した。本機に対する海軍が求めた最大の要求は水上機でありながら戦闘機より高速な機体ということだった。これに対して川西は 高速性能を得るため当時利用可能な様々な新機軸を盛り込むことで高速水上偵察機を実現しようとした。新機軸の主なものは当時最大出力を持つ実用発動機火星を装備しその大馬力による半トルクの影響を吸収して性能を十二分に引き出すため日本発の二重反転プロペラを採用空気抵抗軽減のため 緊急時には、胴体下の主フロートを切り離す機構を搭載。翼端の補助フロートは上半分が、ズック製の機能式とし、飛行中は空気を抜いて、内側に密着させる。半引き込み式。主翼には、操縦翼を採用。などである。また、機体は、全金属製で、油圧式二重フラップ装備。翼は、艦上での格納を考慮し、 翼端部分が髪型に折りたためるようになっていた。翌年試作開始された強風においても火星や操流翼が採用され、また二重反転プロペラは試作時に引っ込み式補助フロートは企画段階で検討されている。試作第1号機は1941年12月3日、初飛行したが多くの新機構を試みた機体だけにフラップの故障。 極端の補助機船の作動不良など事故が続発し、またその間、発動機の乾燥、ビブ仮面に、フィンの取り付けなど機体にも長期にわたって回収が行われた結果、1942年10月にようやく海軍に納入された。海軍において飛行審査を行った結果は、最高速度は時速 468km で、敵戦闘機よりも遅く、 各部に故障が多いなど、問題の多い機体であることが判明した。しかし海軍は、航空巡洋艦とも言える、軽巡王ヨド型に搭載する強行偵察機、過小二式高速水上偵察機として、採用を内定し、先に領収した、試作機1機、増加試作機2機に続き増加試作機を4機発注した。1943年8月には、 死雲十一型として正式採用された。記名の死雲には、めでたい雲という意味の他にも、仏教徒の臨終の際に仏が乗って迎えに来る雲という意味もある。なお、本機の特色でもあった主フロートを切り離す機構は、風洞実験と地上実験のみしか行われず、空中透過実験は行われなかった。本機は、 市場用の硬着装置がない水上専用機のため、フロートを投下した場合には、胴体着水するしかなく、試作機を、そのような形で失う危険を犯せなかったためである。増加試作機は実用試験のため6機が、軽巡王ヨドに搭載されトラック島方面に、進出したほか、1944年6月には、パラオの荒壁山水上基地に配備され、 作的偵察や紹介任務に使用された。文献では補助フロートセッンによる横転事故や二重反転プロペラの故障が多発し、主フロートの飛行中の落下がうまくいかないなどで敵機より逃亡できず、3ヶ月ほどの短期間で前期喪失とするものが多い。しかし、実際には、 荒壁山水上基地に進出できた試運は3機だけであり、またフロートの投下は行わなかっただけで不具合があったわけではなく、対戦紹介任務に出て敵機に追われた機は、被弾しつつも生還したことが記録されている。正式採用後、1943年に5機、1944年に2機の量産機が製作された時点で生産は中止された。 総生産期数は試作期、増加試作期を含めて15期に終わった。当初は17期量産予定だったと言われる。量産打ち切りの原因については実用試験の成績不良のためとする説がある一方、実際は選挙区の緊迫による方針変更が原因であるとする説もあり、校舎の説によれば、搭載予定の軽順用用度から試運用のちょな。 カタパルトが、すでに撤去されていたことに、それがうかがえ、改良型の計画がなかったのもそのためであるという。しかし、ミッドウェーでの配線の後、大淀空母に改造する、案が出た際に、大淀に搭載する、機体数18機のうち、戦闘機9機、試運を改造した高速艦上偵察機9機とする、案が出ている。本機の実践としては、 1944年6月のサイパンの戦いの事前空襲の際に、父島で2機が破壊された記録がある。湾内の波が高かったため発進できず、地上で炎上して失われた。後に開発された水上戦闘機の強風は、走流翼や自動空戦フラップを採用しつつ、試運の失敗を教訓に、フロートの引き込みや二重反転プロペラなど問題が、 発生した気候を廃止、現実的な設計にまとめられた。日本海軍機全集125ページ章は18年8月10日、内霊兵第53号、岡部遺作は、身のほど知らずの最たるものでむしろ形容矛盾に、近いと評している。世界の脱作機三大日本海が2003年、P37 ハットオーバーズ文化に真実一路。 シウン・タナビク・アラカベさん、父島方面特別根拠地帯、自称は19年6月1日いたり、昭和19年6月30日、父島方面特別根拠地帯戦時日誌アジア、歴史資料センター FC08030275500、画像25枚目。ありがとうございます。